武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は愛媛大学の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、大問5題で時間が100分なんですが、医学部は物理と両方で合計100分で、物理に関しては問題が減っていたんですが、化学は全部解けという形になっております。他学部が化学のみで100分やるに対して、医学部はそれに物理が大問2題追加されて100分という形なので、非常に時間が厳しい構成となっています。で、問題の難易度に関しては、基礎から標準的なものが多く、答えをのみを記述するものが中心ですが、論述問題も出ますので、論述の対策も必要です。で、問題のレベル的には、マーチレベルにはなりますが、論述が出る以上その対策もしておくということを踏まえると、国公立標準問題集キャンパスなどを、センターレベルや日大レベル終わった後にやっておいた方がいいでしょう。で、計算問題割と出てきますので、ゼロから始める化学計算などの計算問題書を1冊、仕上げておくといいかなと思います。で、問題そのものは答えだけを書く問題が多い分、割と問題数は多めになっており、で、結構知識も、計算もどっちも、まんべんなく出るので、特に医学部、医学科の場合はですね、非常にスピード勝負になる可能性が高い、と考えておいてください。なので、医学部、医学科で化学を受ける場合に関しては、その先ほど言ったような計算問題集なりキャンパスやった上で、余裕があれば、例えば重要問題集などの問題数が多いもので、いろんな問題を網羅しておいて、見た瞬間解き方を分かってすぐに解けるような練習、また、時間を計って、できるだけ早く解けるようにする練習などを心がけておきましょう。理論、向き、有機、どの範囲も、それなりに出てきますが、割とその理論と有機が多め、特に理論が多めとはなっておりますので、理論の学習は優先的にやるように心がけてください。以上が化学の勉強となります。